はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、見ていきましょう。今日は世界史大学受験イスラム帝国ということになるわけなんですが、ムガル帝国ということになるわけなんですけれども、まあムガル帝国のラストということになるわけなんですけれども、まあアウラングゼーブさん、はい、アウラングゼーブさん、このね、アウラングゼーブさん、これ皆さん覚えておいてくださいね。はい、国滅ぼすやつ大体真面目すぎるやつっていうね、はい、覚えておいてください。この人、まあね、厳密なスンナ派なんですよ。はい、なのでイスラム教以外は認めないみたいな感じになるんですね。はい、で、物事っていうのはですね、何事も行き過ぎてはいけないという法則があるんですけれども、あの厳密なスンナ派ということになるわけなんです。この厳密なスンナ派のせいでですね、ヒンドゥー教をボコボコにするみたいな、他の宗教とかね、許せないんですよみたいな感じで、こういうふうにボン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 やっちゃうということになるんで、ちょっと待ってよお前っていう話ですね。はい、ね、皆さんも覚えてください。いい上司と悪い上司ってね、いい上司っていうのは優秀でいい加減な上司、悪い上司っていうのは生真面目で、生真面目でしっかりした上司ね。はい、行き詰まるんで、はい、ということになるんですけども、はい、第6代アウラングゼーブさん、こちらはマラータ王国、マイソール王国、シク王国という風な感じで、まあインドがどん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 分裂していってしまいますよということになります。さあ、この分裂をここで引き起こしてしまったという悲劇が、後のイギリスの要するに侵略、植民地支配などの時に、まあ非常にややこしくなってくると。で、そこから第二次世界大戦まで植民地の歴史が続いてしまうということになるわけなんですね。はい。ということでね、何事も厳密すぎることはよくありませんよということになります。あ、違った。はい。アウラングゼーブさんが、マラータ王国、マイソール王国、シク王国というふうな国を3つ作り、ということで、大分裂しちゃいましたよということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。